ポルトガル、トルコを圧倒し決勝点に進出確定。ポルトガル強え。ポルトガル全体的にうまいやった。ポルトガルは予想以上に手強い。普通に優勝候補やな。モンチェッタはポルトガルを舐めすぎた。ここまで点差がつくと思ってなかったんだろ。ポルトガルのトップ3人やばいな。ポルトガルもっと苦戦するかもと思ってたけど、3連覇こういうのが持ってるチームかも。39のロナウドもすごいけど、41のペペも普通にスタメンですごいわ。ペペとロナウドで時代がバブル。ペペとロナウドとデュレルが同じピッチに立ってたの地味に熱かったな。トルコ、余裕でデュレルが一番うまい。最初から見たかったよデュレル。次は出してくれよ。トルコ真面目にデュレルいるかいないかで全く別のチームになるな。19でそれだけのチャンスメイクができるの末恐ろしいわ。ドイツもスペインもポルトガルも強い中で弱さが目立つイングランドさん。